はい、皆さん、毎度毎度。ペチュニアの手入れだね。まあ、寄せ植えなんだけどね。ほっとくとほら、間延びしちゃうっつうの？茎がさ、20センチも30センチも伸びちゃうじゃない？そしたら、伸びたなと思ったらもう根元付近から切るのがコツだね。かわいそうだなと思って、中間部分で切ってもあんまり効果ないね。根元付近からパチンと切っちまってね。その方が親株も元気になる気がするね。とにかく間延びさせないことだよね。間延びさせちゃうとさ、長く伸びきった茎の先っちょに花が2、3個さ、ちょろんとついてダラーンとしちゃうっていうの？結構かっこ悪くなっちゃうからね。毎月切るようだね。まあ今の時期はね、切っても切っても下から生えてくるからね。切ってね、液体肥料をくれてね、まあ成長させると。切ったペチュニアはね、挿し木にしておくとつくからね。今年からね、赤玉土でちょっとね、挿し木してね、シャンプー台のとこに置いてね。まあ、見て楽しむと。これさ、挿し木してさ、ペチュニアの場合、根がつく寸前、1ヶ月ぐらいでね、結構枯れちゃうんだよね。根が出たかなっていうぐらいに油断して、水上からぶっかけたりするとね、枯れやすいんだよ。だからこれなんか悔しいんだよね。意外とつかないんだよね。まあ、花芽は切ってね、こう余分な葉っぱも切ってね、これ、あとはピンセットでね、赤玉土にね、ぐさーっとね、刺してね。まあ、あと様子見ると。よく先端斜めに切った方がいいっていうさ、あんまり変わんないような気するんだよね。だからもういつも直角に切ってね。刺して、とにかく様子を見ると。まあ、うちはね、このシャンプー台のね、洗うところ、このね、みんながシャンプーを置いたりするじゃない？ここに植木置いてんだけどね。一回ね、植木置くともうこれね、なんかどかすとね、寂しくってね、なんか殺風景でね。もう一回ね、植木類置いちゃうともうダメだね。もう延々と置くようになっちゃうね。寂しくてね。ほんで、やっぱり暗いかなと思って、これ植木のために上に蛍光灯つけちゃったんだよね。LED のね。LED の蛍光灯の色がどうかわかんないけどね。本当はね、花成長用の LED かなんかつけたいよね。植木成長用のね。植物専用のね。別にこんなとこ色なんかさ、白でもさ、紫っぽくても何でもいいんだもんな。はい、お疲れ様でした。